どうも、メアです。どうも、アンソニーです。もうネタがないよ、あんちゃん、デッキの。確かに。新環境、来ましたけど。こんなの作ってみました。人柱テリー。武器だらけじゃないですか。全武器採用しますやん。全武器使って。アパスも入って。もうテリーだけで相手のライフを攻撃したい。なるほど。ビッグシールドと、これ、孤高の剣技。これ結構ねダメージでかいんで入れて、まあ、アイアンクック盾魔人ボンファイターカラクリ将軍であとまあデュラン、うん、この5体だけあとパパスも一応そうか、うん、ユニット入れてみて、まあ、絶対ね弱いんですけどネタデッキとしてね。でもなんかアグロテリーの武器版みたいなとこありますね。これでもあれっすよ、相手のユニット処理室に相手の人と常にテリーが戦って勝手にダメージ食らって死ぬ未来が結構見えるんですよ僕。だからあれじゃないですか、ユニットが出ないテンポゼシカとかなんかないですか、他勝てそうじゃないですか。いやテンポゼシカと当たったらいいっすね。当たってみたいっすね、テンポゼシカ。当てるまでやりましょう。いやトルネコと当たったらまあ死亡ですね。それは確かに。トルネコはトルネコのユニットと一生テリーが戦って勝手にテリーが死んでいくっていう。確かに確かに。デッキしかならなそうなんで、まあ一応刃砕きとかはやぶさ切り、あとギガブレイクが入ってるんで、まあまあまあ奇跡の剣もあるから、まあ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 ネタ枠っすね。ネタ、まあ、ネタデッキっすよ。当たり前じゃないですか。これは強いって言ったら俺怒られますから。確かに。はい、これは使っていきたいと思います。はい、それではいきましょう。ガッ、さあ行くぜ。人柱テリーだ。ひたすらテリーで殴ると。そうっす。武器はキープ。武器はキープ。すごい孤高の剣技。意外とこれ強いよな。攻撃力3上がってさ、これはノーマルカードバトルで大活躍しましたね。そう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 。ビッグシールドも引いていく。これ実際さ、はい、これテンポゼシカだったら有利じゃないですか。確かに殴ればいいんでね。うん、テンポ取られる、取られないからね。確かに。ユニット出さねえから。そう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 。いっちゃうぜ、俺ら。いけいけ、殴れ殴れ。え、準備は整った。どんどん殴っていく。2点ずつダメージをね。ほいと。武器の無駄遣いっすね。相手もワッツって感じでしょ。はぁって感じでしょうね。何やってんだこいつって思います。このランク帯で鋼の剣装備して顔面殴りくる。確かに。さあ見習い役はとメラミ、相手もなんか謎なことしてきましたよ。バレたバレた。バレたのかこれ。早速人柱だってバレたか。早速バレましたね。そんなバレる行動してなくない。じゃあ俺早ぶさ切りとテンションスケール打ちますよ俺。はい、5点いきましょう。はい、5点顔面かましました。これおもれえな。いやでも相手ももう気づいてますから。気づいてんのかな。気づいてんのかな。俺気づいてないと思うんですけど。まだまだやれる。これどう鋼の装備するべき。いやまだ平気だね。いやいやいや、これテンションだな。はい、テンションやっぱ強いんで、うん、テリーの武器だけで削っていくと。そうっす、人柱なんで、もう来いよっていう、もう行くしかない、テリーが。でもやっぱ意外とこの孤高の剣技とか強いんで。いいよ、これ盾魔神置きたいんですけど。一旦ね、一旦一旦置きたいですけど、ここは鋼の剣装備します。人柱なんで殴りいきますか。はい、もうアグロアグロや。相手からしたらちょイライラするでしょうね。テンなんか盤面取りたいのになんか出す意味ないなみたいな。なんだよこいつと思いますよ多分。さあグレン打った、ここチャンスですから。ここ縦マジン、ここで縦マジン出すっていうチャンスですから。さあ相手はでも手札貯めたいですよね、テンポだから。はい、でも打っちゃったから我慢できずに、これ縦マジンここで出すというね。これ5点出す、持ってんのかいっつってね。いやここ5点出さなくていいんです。とりあえず殴ります。はい、次覇者の剣テンションとかでも。これひでえな。次でだって孤高の剣技使えば9点削れっからな。3、5、8、8点か。やば。しかもこれ手入れとあれがあるんで、カラクリ将軍いるんで、もう見えますね、リサル見える。あとビッグシールドで耐えながら、そう雷鳴の剣とかも入ってるから、もう引いたら勝ちですよ。
テンポに刺さっていきますね、これ。テンポに刺さっていかねえよ。人柱テリーあるぞ、これ。やっと出たモンスター。盾魔人だからね。あれで、テンションスキル打っちゃってるからね。確かに。メラゾーマも打っても取れないと。はい。いや、かっこいいな、このテリー。いいっすね、もう武器だけで。鋼の剣でバシバシ殴っていくから、ね。うわ雷鳴来ちゃったよ。でもこれ、ハチャ剣忙しいでしょ。準備は整った。燃えろ。11点入れていく。やば、殺傷能力高っ。はい、俺に力を。おらー、まさかテリーの顔面から8点が飛んでくるとは。雷鳴の剣装備してるわけでもないのに8点出していきましたね。次も雷鳴でガチャで勝ちだし。つぼりすぎやろ。つぼりすぎやろ。いや、テリーしか攻撃してない。確かにテリー22点か、削った説あるね。そうですね、19点テリーが削ってます。相手リーダーの HP の半分以上、9割。疾風陣雷。疾風陣雷って言うんですね。珍しい。あれですかね、螺旋打ちの枠ですかね。かもね。お、面白いな、この人。なるほど。まあ、勝ちっすわ。勝ちっすわ。テリーだけで30点ぐらい持ってきますわ。雷鳴装備します、僕。強っ。強すぎて、早っ。アグロテリーぐらい同じスピードす、スピード的には。もう一度いきます。もう一度いきましょう。もう一度いきましょうか。はい、ククール相手ですね。クール。まあ別に誰が相手でも関係ないとかありますよね。うん。鋼の剣引きたいですね。そうですね。これは変えていきましょう。チェンジ。OK。まあ、覇者の剣引けたんで。で、カラクリ将軍も強いんですよ。このデッキに関しては。まあまあまあ。ランドゲール出してきたらこの覇者の剣刺さるんで。そうっすね。はい、うらーっつって攻撃読んで出してくれればですけどね。高烈ランドゲールには刺さっていく、はい、来た3本揃いましたね。3本揃った。序盤の剣がしっかり3本揃っていくスタイルね。これもう勝ちみたいなもんですよ。確かに。はい、だってこれだけで4点6点あるんで14点打点があるわけですよね。14点でテンションが入れて、そうね、17点今ありますね。はい、もう顔面いきますよこれは。ボーファイター来たね。ボーファイター来ましたね。ボーファイター熱いんですよこのデッキ。全部のコスト下がるんで、これは。お、ボーンバット、これどうするんですか。無視。選手取ります。まあまあまあ、一応ね、はい、残すわけにはいかないんで。確かに。見せてやるぜ。あ、アイアンクック出しますか。出さない。出さない。いい形よ。俺に力を。これ取ります。はい。でテンション打ちます。はい。エンドです。なるほど。はい。やっぱテンション回していきたい。そうですね。アイアンクックのためにも。アイアンクックがマイナス10できるようになったら、相手がゾーマ出してきたことを無効化できるんで、3コストでゾーマ無効化。強い。強いでしょ。はい。あ、じゃあそっち？え？なんで？なんでな？ジオンの方来ましたね。なんでだよ。ここは盾魔人。盾魔人行きます。盾魔人行きます。まあ、盾魔人取りづらいでしょ。ククールはザキがあればあれですけど、まあ、ザキ打ってくるんじゃない。あったら打ってきたらボンファイターが。俺のターンだ。盾魔人ボンファイター雷鳴っていうのができるのが一番いいんだけどね。うん、じゃあそれが今できないんで。そうですね。ザキなさそうか。これ当たって覇者の剣取れるのいいですよね。うん、ランドゲール押し置いてくんないかな。それしたら最高っすね。うん、お、来た。おい、そっちか。まあまあでも覇者で取って無視でいいんじゃないですか。一4の方は一応無視しますか。見せてやるぜ。いや、取った方が良くないかな。リトルライバーうざくないですか。まあまあまあ、確かにリトルライバーはうざい。取りますよ。はい、ここ取ります。別にこの覇者の剣と
鋼の剣の攻撃2は別に相手のリーダーに与えても、まあ、賞味しょうもないんで。さっきそれで勝ちましたけどね。さっきそれでボリボリ削りましたけど、ね、テンポだったからね。テンポでしか特にあれだからね、やることないからね。確かに、はい、あの奇跡のね、奇跡テリーの動きもできるんですよ一応。確かにな、はい、確かに確かに。でしょ、カラクリ将軍と手入れで、はい、手入れあるから。なるほど。何を真剣に語ってんだって話ですけど、ね、そうですね。これはボーンテンション、ボーンファイターテンションにしますか。いや、ザラキ大丈夫ですか。ザラキよりもグランドクロスを警戒しました。なるほど。別にこれザラキ撃たれたら撃たれたで、れ唯一の奇跡の剣に行ってもバッコリ顔面いきますよ。6点叩き出しますから、来いよザラキ、撃ってこい。こいつグランドクロスの警戒しやがってって思ってますよ多分。グランドクロスは1ミリも効かないですね。ライバーまあ別に痛くないですね。はい、でもなんかテディのテンションスキルでライバーン取るのも嫌ですよね。うん、できればテディは顔面に行きたいですよね。確かに人柱なんで。でもそうも言ってらんないんで。そうですね、どうしますこれ。取りましょう。かかってくる。お、なんだ、なんだと思う。気になる。奇跡装備しますか一応。奇跡どうなんですかね。鋼の剣テンションで取れますけど、うん、そっちの方がいい。鋼の剣テンションからくり将軍とか弱すぎません、うん、でもまあでも、うん、どの武器を強化するかっすよね。そうなんだよね。強化するなら奇跡の剣の方がいいわけじゃないですか。うん、先にじゃあでももう鋼使うとこなくなりますよ。そしたらじゃあ鋼使いますよ。武器がね有り余るせいでこの贅沢の悩みですけど、これテンション上げて、はい、服出しておきますか。裏に出していきましょうか。そうですね、こっちいいかな。でこう7点削ると普通に戦えますね。まあ、ククール、まあ、こっからみたいなのがありますけど。そうです、ね、ベリアルかな。2点にしたの。確かにベリアル怖いな。でもベリアル来てもですよ、うん、ギガブレイクと鋼の剣で取れるんで。確かに。トゥ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 ブワットゥルトゥルルーンってさ、あ、なんかちょっと待って、これ何なんすかこれ。 BGM ククールですか。 BGM コントロールククールですか。え、勝ち4791、勝ちか。勝ちだ。雷鳴で勝ちですね。あ、見事だ。はい、というわけで、はい、まあ、なんか勝てました。2連勝しましたね。何だったんでしょうね、まあ、最後のちょっと分かんないですけど、最初の試合のテンポに対しては結構強い動きというか、まあそうですね、あの普通にもう相手どうすればいいんだこれみたいな状態だったから。何その動きみたいな感じですよね。初見殺し感すごい。初見殺し、これでしっかり星稼いでるのがおもろいんで。これまああれですよ、あのネタだからな。ネタだからこれを強いと思って信じて使うと、使うのはやめた方がいいと思う。やけどしますね。やけどするんで。テンポでしかには初見では俺勝てそう。やめとけやめとけ。普通にメラゾマ食らって普通の顔面でも終わりだわ。確かにな。はい、まあちょっとねこんな今日は遊びデッキをね、そうですね、やらせていただきました、はい。まあ、最近ちょっとネタがないんでね、よかったらねデッキレシピ、あのこれ強いよっていうのがあったら、うん、下のツイッターの方からこんなデッキ動画で使ってみたらっていう風に教えていただければ紹介させていただきますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。